ベースと申します。あの2曲だけピアノで行きます。弾けるわけじゃないんですけど
ありがとうございました。I don't know how to see
白いファイルに入って、ファイルに入って、あ、なんか1枚だけ透明のファイルに入れたんだった。で、次は、私、リサ・ローブっていう人がすごい好きなんですけど、あ、違う。リサ・ローブっていう人が、あ、すみません、すごい好きで、で、あ、すみません、で、リサ・ローブっていう人がメガネっ子で、それでコンタクトからメガネに数年前にしたぐらいリサ・ローブが大好き。でもあんまり日本では有名じゃないんですけど、まだ熊本で知ってるっていう人に4人くらいしか会ったことなくて、でもなんか最近、若者たちっていうなんかドラマの中でなんか長澤まさみが弾き語ってたってことで、ネットでちょっと話題になってたのを知ってる人なんかまずの長澤まさみもあっぱれな、すごい上手いんですけど、一応私も持ち歌だったんで、これやるなら今かなと思って。そもそも若者たちって見たことあります？見ましたよ。あ、見ましたですか。長澤まさみが弾き語ってる感じ見られました？あ、見ました。あ、ありがとうございます。川の前でね、ありがとう。そう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 、その曲をやります。見てるよ、お前。違ったかな。
する機会が意外と多くて、ならばと思って子供さん用の曲を1曲練習したんですけど、結果的にあまり子供と遭遇しなくてですね、でも、もう結局自分的に気に入ってしまったのでアンパンマン体操をやります
全編韓国語のすごい好きな映画があって、それの挿入歌だった。I know.
回しますか。回ってない。回しますか。じゃあ、一部だかなんだかわかんないですけど、とりあえず回します。一人パラレルやります。私明日から旅に出ます。探さないでください。帰ってこなかったら申し訳ない。センチメンタルジャーニーに出ますので。で、とりあえず回しましょう。Thank you.